はい、名人戦に関しては第1局を終えまして、はい、本日が第2、明日から第2局ということなんですけども、はい、だいぶ、まあ、毎年のことですが1局目から2局目の間が空いていたんですが、はい、この期間の過ごし方だったりコンディションの方がいかがでしょうか。そうですね、この期間も、他の棋戦で、まあ、いろんな棋戦で対局が続いてまして、はい、まあ、もうそれに、まあ、1局1局に、まあ、精一杯、まあ、集中してたっていう感じで、まあ、割と名人戦に関しては期間が空いたんですけど、まあ、割とあっという間という感じですね、はい、そういう他の棋戦も挟みまして、はい、ご自身で感じる自分の調子というのはいかがですか。まあ、そうですね、まあ、ここ数局に関しては、まあ、少し、まあ、結果が伴っていない部分があって、まあ、そうですね、まあ、自分の感触的にも、まあ、悪い部分ばかりではないんですけれども、うん、ただ、まあ、少しちょっとここ数局に限ってはこう噛み合っていないというか、まあ、それが結果に出てしまってるかなというところはあるんですけれども、まあ、また、まあ、持ち時間も全く違いますし、まあ、相手も違うことなので、まあ、明日に向けて、まあ、今自分ができる、まあまあ、最高のものをお見せしたいと思います。第1局は、先勝、勝ち星を得て、第2局に臨むわけなんですけども、はい、その点に関しては、まあ、1勝しているという点に関してはどう感じてますか。まあ、そうですね、もちろんいいスタートが切れたと、まあ、星の上ではですね、切れたので、まあ、それに越したことはないですけど、まあ、やはり、まあ、7番勝負はもう非常に長い勝負ですので、まあ、まだこうスコアのことをあまりまあ、意識する段階でもないですし、まあ、今は、まあ、とにかく自分の悔いのないように、明日から戦いたいというだけですね。まあ、個人的に先生自身はあんまりこういうことを気にされないと思うんですが、はい、宝塚こと名人戦に関しては、はい、4戦やられまして、はい、4勝0敗と全勝されてるんですけども、なんかこういった対局場との相性だったり、なんかそういったところっていうのはどういうふうに感じていらっしゃいますか。そう、いや、全然知らなかったんですけど、いいデータありがとうございます。まあ、こちら、まあ、新しくというか、まあ、移転されて、まあ、本因坊に続いて、こちらでは2局、2度目ですけど、まあ、その前から、まあ、ずっと多棋戦も含めてお世話になっていて、まあ、やはり地元というか、まあ、関西、私の家からも、まあ、そんなに遠くないので、まあ、そういう意味でも、まあ、戦いやすい場所の一つではありますかね。わかりました。まあ、挑戦者という、形で挑んでいる名人戦ですけども、はい、第2局、改めて意気込みをお願いしたいんですけども。そうですね、まあ、まあ、1局目とそんな変わらないですけど、まあ、おっしゃったように、まあ、久々に挑戦者という立場でもありますし、まあ、非常に、まあ、勢いも実力もある、まあ、名人ですので、まあ、思い切ってぶつかっていくだけですね。ありがとうございます。じゃあ私から追加で、はい、第1局はですね、まあ、井山さん検討陣の中で1日目からずっと井山さんがいいんじゃないかという話の中から、はい、まあ、まあ、天地がひっくり返るような大騒動になってですね、はい、その時にまさに1分後で、はい、しのがれましたね。まあ、時間のことがかなり気になされているというおっしゃいながら、まあ、そこ大ピンチに立ったと思うんですけど、はい、あれをしのいだ収穫というのはかなり大きかったんじゃないですか。そうですね、まあ、まあ、やはり、まあ、まずはそういう状況に なってしまったことが、まあ、まあ、一つ、まあ、反省点ではあるんですけれども、まあ、ただ、まあ、そうなった以上は、まあ、そこから、まあ、前にはもう戻せないので、はい、まあ、その中で、まあ、まあ、かなり時間を投入して、まあ、自分の中で、まあ、気持ちも含めて、まあ、なんとか立て直そうという中で、まあ、ああいう形になったんですけど、まあ、でもそうです、まあ、本当にギリギリの中でもなんとか、まあ、結果としてはしのげたというのを、そうですね、まあ、いい材料にはなりましたけども、やはり、まあ、なんていうんでしょう、反省点もあります。はい、まあ、全体の中で対芝野でですね、去年の名人リーグから始まって、はいはい、本因坊戦始まるまでは、芝野さんが
5勝1敗だったんですが、本因坊戦からはですね、逆に井山さんが6勝1敗です、はい、流れがガラムガラムと感じてまして、はい、まあ、井山は今は、まあ、直近でも3連勝していらっしゃいます。これどういうことなんでしょうか。まあ、そうですね、トップ棋士同士でも、まあ、同じ相手と戦ってて、こうやっぱりその時に、まあ、一時だけを見るとこう星が偏るっていうのは本当によくあることなので、まあたまたまかなという気もしますけど、はい、まあ、でもやっぱりお互いこう曲数を重ねてくると、こう相手のことも徐々にこう分かってくるっていうか、そういう部分もあると思うので、はい、まあ、まあどうなんですかね、そのかなり痛い目に遭っていた時の、まあ、経験というか、その時のことを、まあ、踏まえてというか反省 して、まあ、こちらとしては望む、まあ、毎曲そうなんですけど、はい、まあ、それが今はそういう形になってますけど、まあ、またどこでどうなるかもわからないのでっていう感じですね。対芝の必勝の作戦をもう得得したってことでしょうか。まあ、だといいですけどね、まあ、なんかそういうわけではないんですけど、はい、まあ、まあでも、まあ、これからも戦っていく相手の、まあ、今後もそういうことはあるかなと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。